本当はいてくれる予定だったんですけど、ちょっとどうしても仕事が入っちゃって。え、なんと。いや、ちょっとだけ見るのはいいと。あ、思い出す。え、本当ですか。はい、思い出すために。そんなこと。バイト、ごめんなさい。これやっとくだけでください。失礼します。ついにエイプ誕生の地、2号が過ごしたワンルームをカメラが捉える。このイメージですか。このイメージだ。17年前ここなんだ。感動。ちょっと入ってます。入っていいんですか。はい、あの許可取ってますんで。本当ですか。はい、これだ。うわー、リアルだな。この広さを見てください。そうですよね。これテレビで伝わるかな。もうだ、手を伸ばしたら、だ、二号さんのあれですよ、はい、家にあるカウズ君の絵の大きさですよ。確かに。マジで浴槽ですよ、二号さん家の。大きさぐらいですかね。こんなことってあるんだな。このこれがなんかちょっとウッドっていうか、ウッドな感じが効いたわけですよね、はい、寝るのはこのロフトで寝るわけですよね。そうです、この上で。上でね。そうです、こういうふうにアナログを、この上に。あ、わ、本当だ。アニゴさんも買ってたんですか。そうなんだよ、まさか見れるとは思ってなかったな。ちょっとすごいじゃないですか。やっぱな、俺こういうリアルに一人暮らしの家って見た方がいいですね、たまにね。うん、そうですね。ぶっちゃけ二号さんの服を買い、僕のテレビを仮想で見るわけじゃないですか。確かに。なんか確かに物を作って世の中に出してる時に一瞬忘れますよね。うん、そうね。クローゼットがあってこの感じ、これやけに急だったんですよ。はいはいはい。でレコードをこう持って上に行くのってすっごい大変だったんですよ。ああ、本当だ。すごい。風呂どこですか。これですか。これです。うわー、ちょっとリアルだなこれ。電気どこだろう。あった。狭いな。これ二号さん。これ。5年もここで暮らしたんですね。うわすごいな。結構すごくないですか。すごい。5年ですよ。やっぱ新保さん、いいんだか、あの豪邸見ても引かなくなりますよね。だって努力の結晶じゃないですか。そうか。本当に時はそうみたいな話じゃないですか。だってねえ、だって手塚さんとかああいう名漫画家たちが一生懸命描いて、うん、今皆さん豪邸に住まれてるわけじゃないですか。そうですね。ねえ、すごいな、原点が。本当に原点すごい。あ、湯船使ってました。なんか、いや、無理くり使ってないです。もうシャワーだけですか。はい。あれね、カーテンがかびちゃって、かいて取って取って、あれ洗濯機ありますね。洗濯機ここだ。いや今なんていいですよ。でもコンパクトだから全部。そうかそうか。でかかったですわ。はいはいはい。小さいの中。冷蔵庫もね。これもこれ結構幅取ってます。洗濯機もね。今じゃあのランドリールームですよ。あそこに住めるじゃないですか。だって。あそこ住めますね。住めますね。これ平気ですかね。いや大丈夫ですよ。そうだね。これがすっごい安定しないですよ。あ、これ安定した。よく分かってますね。あ、でもちょっと、あ、すごい、この人ターンテーブルある。あ、本当ですか。はい、二号さん、やっぱりこれせっかくなんで今日借りちゃってるん でテレビでじゃあメッセージ伝えたいんで、カメラ目線で。あ、急に大関さん、ありがとう。今日はありがとうございます。大関さん必ず出世します。原点ですからね。原点ですからね。しかも二号さんの一個上に住んでるわけですからね。確かに、はい、ここです。ここですかね。いやよかったですね、これ終わって。下駄箱なんだよな、傘。あ、ちょっとこれ今から二号艇行きますけど、ほんのすごい振り幅ですねこれ。成り上がりですね本当にね。
まあ、こっから今ですからね。まあそうですよね、うん、この多分ダイヤがなければこの家もあ住んでるんですかって感じもしますもんね、普通にね。普通ですよね、変わってないんですよ格好が。時計が似合わないですねここにね。格好変わってないもん。いや変わってないですよ、だって T シャツデニムですからね。ずっと変わってないですね、うん、いやすごい、すごいわこれ。なるほどね。いやここはこれ固まっちゃいましたね。固まりますね、すごいわ。あでもそうですか、入ったのがじゃあ何年ぶりですか。えだからもう本当10何年ぶりですね。何年ぶり、11年ぶりです。11年ぶり。外は見てたけど中忘れてたの。この質感はもう全く覚えてないです。これやけに音がでかいですよ。さすがに恋の思い出もあるでしょ。いやほぼなしですね。あそうです。本当に服とかレコードだったんですよね。ほとんどないな。ここから先は分かんないですけど、ね、うん。なんすかこのこういうまさに部屋ワンルームに住んでる時にどう思えばいいんですかね。やっぱりニオさんはわーっとふわっとしてても来ちゃったんですよねって感じでできる人ですけど、うん、やっぱグーッとなる方もいるじゃないですか。どうなんて言ってあげたいですかそういう人たち。いやーでもねえ、でもこれ楽しかったらそれでいいと思うんですけどね、うんうん、それでも抜け出したいっていうか、でも上見ちゃうとね、上に上がいますからね、うんうんうん、まあ、考えないようにした方がいいですね、うんうんうん、考えすぎると やめたくなっちゃうからね。空回りしそうだしな、うん、お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きますか。いやいいですか。いやどうぞ。見るとね、あれは思い出せなかったわ。でも愛着がやっぱり、うん、いけるんだな人間って。やっぱりなんかこうやりたいことがあるからあんまり感じないっていうかね、うん、うん、なんか別に攻めえなとかも思わないんじゃないのかな当時。何も多分思ってないと思います、ね、うん、でも夢がありますよあのこれ見たら。へえって、なんかでもちょっと贅沢だな俺って思っちゃいました。こんなこと思ったの初めてです。贅沢だなっていうか、うん、ちょっといろいろ考えちゃう、はい、考えさせられちゃいましたね。そうっすよ、うん、だから今のとこで猿作り始めて出てって、その次が代々木じゃないですか。代々木、今度代々木は一気に 3L かなんかになるんですよね。 2L ですね。 2L、 はい、家賃も20何万だと思うんだけどな。ここで一気に行ってんだよな。やっぱりそのまあ変な話、引っ越せたけど引っ越さなかったっていうか、はい、桜上水か、うん、その段階あっていいですもんね。そうですね、一気に行ってますもんね。それなんで引っ越さなかったんだろうな。代々木が94年3月から11月だから7ヶ月8ヶ月あんまり愛情湧かなかったことですね、場所的にね。そうですね。そこを出てで原宿、その次の中目が、中目も今1年ちょっと、こうやって見ると1年大体1年半で引っ越してますね。それ周期ですね。周期ですね、うん、飽きちゃうんじゃないですか1年半。恋愛は長いんですけどね。そうっすか、15ヶ月大体15じゃない18ヶ月。環境が
そうだろうな、会社とかも結構引っ越したりしたから、職業柄なんですかね。どうなんですかね。ていうか成長しちゃってるから引っ越さざるを得ないとかもあるんじゃないですか。うん、あと物量もすごいんで。物量とか。うん、うん、あ、そうですね。災がわーっと世の中に来るちょっと前じゃないですか、ニコさんやったのって。あれ何だかあったんですか、迷彩にしようかなみたいな。昔なんか迷彩のスニーカーとか入ってたんですけど、はい、で迷あのうちのエープの迷彩じゃない迷彩でもものちょっと作ってたんですよ。はあ、ただそれだと、ね、変わんないですからね、どこでもできちゃうし、うん、みたいな。そうなんだよな。発明っていう意味ではすごかったのかな。いや発明ですよね。まあ僕はあのディレクターじゃないですか、はい、まあ、フリアなんでやっぱりデザイナーがすごいデザイナーが2人いるんで、はあ、日本人、もうずっとやってる、一緒にやってるんですけど、年齢も同じぐらいの、そうですね、同じ世代ですね、はい、そのデザイナーの子はさっきの桜上手に、まあ、よく一緒に始めた子なんですけど、はあ、よく来てました、毎晩。へえ、今もじゃあそういう彼らはいるわけですよね。すごいよな、一緒に始めてこうなってくるの。仕事のことはほとんど話さないです。それが多分いいと思うんですね。うん、何やうんぬんとか会社がどうこうっていうのは、それはそういう人と話して、そういうクリエイティブな人とはスターウォーズやばいよねとか、スターウォーズのおもちゃのバリエーション違いとか、そんなこと話しますからね。いや、見てきました、ニューヨークで。ニューヨークで見て、こっちも見ました。え、こっちも見たんですか。こっちはなんかその、プレス用の、はいはいはい、試写会。あ、マジですか。18かなんかありますね、国際フォーラムで。ありますよね。僕とあの10日に行ってきます、あのなんかヒルズで。ああ、あの変更、何でしたっけ、セレクスの。セレクスの、はい、それな、それジョージ・ルーカス来るってやつですか。え、マジですか。10日ぐらいに来てるって話ですけどね。はあ、夜中の12時ですよ。でも、あ、そうなんですか。18はじゃあ国際フォーラムですよ、確かに、はい、レッドカーペットで。レッドカーペット、俺ダース・ベイダーの格好してリオちゃんと歩くって言ったら、一緒に歩きたくないで、俺マスク取って俺だみたいなそしたらなんか新庄がすでにやってたっていう。ああ、のマウンドでやりましたね、はい、新庄さん。あら、もうやられてるんだみたいなそれいいけどな、やっぱりそこまでバカにならないと2人でコスプレしてて撮るっていうのもいいですけど、誰だか分かんないってそれもいいな、マスク系のやつで2人で、うん、分からないんじゃないかもしれないですね。それでも新しいかもね。リオちゃんにも何かストームトゥルーパーとかね、俺ダスペイダーいいかな、それちょっといいな。いいっすね、それふざけてていいじゃないですか。それでも流れますよね、絶対流れますね、テレビで、はい、それいいな。でもちょっと事務所が NG かさあ着きました、原宿ですね。中野坂上、桜上水、元代々木、そして次が原宿はあそこと、大島沿いの上の、はい、家賃的に約ここが30、でも広さ的には代々木とあんまり変わらなかったですけど、ね、2LDK で30何万、ここですからね。そうですよね、駅前ですからね、うん、
さあ遊んでる頃からここに住んだら最高だなと思ってたわけですよね。多分田舎から出てきてる頃から、はい、こんなとこに住みたいなと。そして次が中目黒だ。なんでこっから中目だったんですか。なんですかね。なんですかね。まあ家賃と広さっていうところと、あとはやっぱちょっとこの環境でずっといたので、うん、ちょっとやっぱ離れたところに 3L、まあ、最初原宿にまた戻ってきてるわけなんですけど。本当ですね。やっぱりなんか好きなんですよね、うん、さあ千駄ヶ谷、はい、はい、着きました。ここですね。ここですね。この中で2軒住んでるんですよね。はい、最初3階でその後ペントと。ペントで本当は花からペントに行きたかったんだけど入れなくて、はい、で3階まで住んで、それは要はあんな感じですか。ベランダがあって。そうですね。 3L ペントは 5L だったかな。ペントってだってあれどこまでが、あの一番上の木があるじゃないですか、はい、あれ全部あのバルコニーっていうか、はあ、本当にペントハウスワンフロア全部。そうです、全部です。はあ、それはすごいっすね。この閑静な住宅街で家賃は。でもね、100万円とかだったかな3階で。でペントはもっとしますね。しますよ。そっから想像してほしいですね。その時いくつですか。26、7ぐらい。7、8か。ペントが28、8ぐらいですね。長髪で28歳で、まあ、10年前さっきのとこですよ。そんなことあんだな10年で。そうですね。魔法ですねこれね。ちょっとしたマジック、ちょっとしたマジックですよ。で今度疲労に行くんですよね。疲労ですね。それは2階建てでこうドーナツ型の家で、真ん中が庭になってたんですよ。家賃はここよりでも高かったんですよ。そうですよね。すごい、でも良かったなあそこは。でいよいよもう建てちまうかと。建ててもいい年かな。いくつその時、いくつですか。もう建ててもいい年かな。30歳。ちょっとじゃあ行きますか。行ってみますか。じゃあこっからまたメインディッシュが1.1 なんで。 1.1 さあ、そして現在の家にたどり着きましたけども、はい、はい、前の DVD の時も見てますし、僕その今回すごい変わってるんですけど、僕が見てるんで、まあとにかく衝撃の嵐なんで期待してください、はい。17年前、風呂なし4畳半からスタートした2号の東京一人暮らし。しかしそれは時を追うごとに目覚ましくその姿を変えていった。果たしてそんな究極の成り上がり人生を歩んだ2号の城は今一体どんな姿へと形を変えたのだろうか。しかも先日改築したバージョン 1.1 テレビ初公開で、ここが鍵なんですけども、鍵どうやって開けるかっていうとこれですよ。これ 5R のね、財布を当てると開くと。この 5R にこうね、ライン入れたりイニシャルを入れたりやってくれるんですよねこれ、はい、最近、はい、じゃあどうぞ行きましょう。キッチンにしました。あれこれこんななかった気がする。最近購入したんですけど。え、玄関に冷蔵庫っていうのはね、はい、ちょっといいかな。実際使える60年代の、はあ、あれはこれエンペラーの杖ですね。パルパティーンの杖。あ、なるほど、杖だ。なるほど、ここだけでいいんじゃないんでしょうかね。もうここだって夢のワンルームでしょ、若者にとってはね。あ、何気にちょっと上に行こう。何気にね、まあ上に来る。ここに来ちゃったね。これだって前あのオフィスの方にありましたね、はい、来ちゃいま
ましたね。偶然ですけど、このこいつのための空間のような感じしないですか。そうですね、これも前なかったんですけどね、ちょっきりハマりましたね。まあ、靴があって、まあ、玄関ですね、これが日本さんの。これも一応ちょっと、まあ、これも随分変わりましたね、新しいアレンジで、はい、もうね、もはや驚かなくなってきたね、このぐらいのことで、まあまあまあ、そしてここから望むこの景色をまあ見ていただきたいなと。バカラのシャンデリアが到着いたしまして、天井から鎖で吊るされておりますね。これ嘘じゃないんだよね、さっき桜上手にいた人なんですけどね。このね、灯火のようにこう、なかなかシャンデリアを上から見られるっていうのないかなと。はい、すごくこう変な場所にぶつけます。火がつくようにつくんですよね。も今これでもっとつくんでしたっけ。はい、次ハーフです。おお。でまたハーフので、全開です。毎日はクリスマスですよ。これってホテルにありますよね、このシャンデリアね、バカラの。これはでも下から見ると本当に綺麗ですね。今日の流れで見るとなんかニコさん、あのこう他の人の家みたいですね、なんかね。別の人の家に来た。そう、そして前回なかったのこれですよね、ニコさん。それもなかったですね。ついにニコさんがテレビを買ったと思ったら、何この形っていう。これはやっぱりこのデザイン出てこないですね、日本人だと。出てこないですよね、やっぱり四角って思うから。どうぞ。はい、でこっから見たこのシャンデリアね、これより全裸でも OK ですから。これも大丈夫です、おじさん。カフェの模型です。あー、本当だ。この2号さんがやるカフェのミニチュアというかモデルが、あー、すいません、ありがとうございます。そして、まあ、さっき言ってた、これ平気ですか。あ、大丈夫ですよ。本当ですか。大丈夫ですよ。そしてさっき言ってたこれは、はい、これ5ヤールの、これ最近ですよね。これは3、4ヶ月前かな。結構今待ちますもんね、ライン入れてやると。痛いですね。ここニューヨークだったんですけど、しっかりこれが入ってるんですよ。これ乗ってた車たちですね。ああ、本当だ。過去のこの前にマセラティ乗ったんですけど、はい、そっから結構ちょっとハマって、モデナ、ベントレー、CL、ゲレンデ、スパイダー、ランボ、ベントレー、SL、アーストン、これはもう古いやつですね。ロールス、ガヤルド、ハマった。すごいな。ないですけどね、一台も今。一台もないですね、もうね。この辺だよな。これがちなみに最初のお店です。あ、そっか、これだ。まあ、こっから世界の VIP とツーショットですよね。カルラガフェルズは普通に。そうなんですね。パリス・ヒルトン。ビヨンセ。ビヨンセ。JD はあのジャネットの彼氏ですね。はい、あ、でこれサングラスたちです。なんだろう、格闘技で言ったら変な話なんですけど、力士の人がボクシングを体験してるんです。同じこう格闘技なんですけど、ちょっとやっぱりすごいですね。あ、やっぱそうですか。なんでちっぽけなのと、思っちゃったというか、ちょっと変な例えでしたけど。分かります、分かります。
これはもう原画ですか。これはあのシルクなのかな、シュープリント画なんですけど、でもそれにしてもこれちゃんと立体的ですね。うわちょっとこの辺も変えました。変わりましたね。またこれ全部何かの時間なんですけど、どっかの国の一応。うわすんげえ。しかもこの音ちゃんとするんですね。これはしますね。パラマウントピクチャーズの本当に本当のあれですよね、ネオンですよね、はい。そして前回あの散乱してたバナナがここに来てる。バック型のソファーで何に猫もいるっていう。何気にビートルズですかね。そして、はい、スティックもバナナ。はい。これ古いセットですけどね。これちなみにうちの親父が使ってたシンバルなんですけど。へえ。家にあったやつを。そして向こうのソファーも全部エイプに変わってるんですよね。やっぱ一気にこうなるもんなんだな、なるときはな。なんだろう、でもイケイケなのかな自分。ちょっとだってこう鋭角ですもんね、登り方がね。桜上水で溜めたんですね。エネルギーを一気にバネをね。何度見てもすげえなこれ。そしてこれが増えたんですよね、この2号記念館が。もうダメかと思ってるんですけど、割とまだ声かけていただいて。さあそして変わったとこが結構夢でした、こういう風に するのが。なるほど。いやそれ分かります、男の子の夢ですね。ちょっとまだ今本当に片付けてるところなんですけど。これは何だろうね。これ何なんですかこのギターたちは。これはもともとビートルズのドンズバの年代の同じ形っていうのを集めてて、はい、どんどんハマってストーンズと同じとか、はい、集めてたらこんなになっちゃったって。これはギター集めてる人が見たらたまんないでしょ。うん、でも俺こんな持ってるって知らないんじゃないですかね。あ、そうですよね。ちなみにこれはジョン・レノンが持ってたやつの投資番号みたいになるじゃないですか、はい、次の番号。はぁ、皆さんこれギター買いに来たわけじゃないですかね、ここから見た人ね。絵的にはどれにしようかなって話ですよね。いいギターあるなこれ家とは思わないですね。こう、うん、こっちはまあおもちゃ群があって、だってこれ下手なおもちゃのあるじゃないですか。ないですよねこんなにね。いや持ってる人は結構いると思うんですよ、コレクターって。だけどな、こうやって飾れないですよね、倉庫に置いちゃったり。また寝かせて売ろうとか、そういう考えの人が結構多いんで、ここで潰そうとしてるんで。結構日の入る部屋とか絶対身に置きたくないですね。ダメですよね普通ね。もういいんだそれで。スターウォーズの全部スターウォーズです、ね、古い77年ですね。これもだって自身で買ってきたものもほとんどなんですよね、はい、ちゃんと全部。未だに集まってないって。まだやってますけど。オタクですね。オタクですね。すごい夢かなったりです。夢かなった。まあいろいろ見てきましたけども、はい、まあ、恒例なんで、はい、まあ、前回もこれあったんですけど DVD の方で、はい、行きましょう。これシャッターなんですけどね、駐車場のシャッターなんですけども、ちょっとニュースさん開けていただけますか。はい、早いっすね。一回閉めていただいていいですか。終わるんですね。すごいな。はい、行きましょう。今いわゆる二号さんの倉庫に向かってるんですよね、これね。最後に
まああのうちさんが名付け親の名付けて申し訳ないですけどね、賃貸的なとこを今日見てきたんで、まあ、最後はまあ今もうご自宅あるけどもさらに賃貸してるんでそっちも行ってみるかと。はい、はい、まあでもこれ以上のあれはないかな。そうですね、うん、賃貸の最高峰なんじゃないですか。だってそうですね。そうですよね、うん、多分ヒルズ最上階っていうのは。なんか変な一日ですね。不思議な、いやいい体験させてもらってますよね。本当ですか。テレビじゃ行かない、入れない。まあまあそうですよね。でも桜上水なり中野坂上の自分にこう話ができるとしたらどんなこと言います？ですかね、もっと頑張れよとしか言えないじゃないですか、うん、でもこうなるってことはそういう感覚が自分の中にあったってことですよね。頑張れよって。そうですね。そうですよね。まあでもその果たして17年が長いのか短いのかってことですよね。あ、17年ってやっぱり大したあれですよね。長いですよね、うん、だからこれはどうなんだろう、急激ではないかなって、うん、ゆっくり階段を上がったような気もするんですけど、うん、まあでもいろいろな人いるからな、うん、2年で駆け上っていく人もいますもんね、とんでもなく。そうですよね、うん、さあ、現在の、まあ、家があってもう一個賃貸と。はい、賃貸です。賃貸の歴史の、まあ、一番最新版ということで、はい、六本木ヒルズ最上階と。あそこに始まり、ここに終わるかわかんないですけど、どうぞ。いやー落ち着くなまだこの子たちはここにいるんですね。はい、ここはそんな激しいチェンジはないです。ないですね。はあ、これですよ。だからね、僕はさっき桜上水で言った、あ、この絵よりちっちゃいんじゃないかな。玄関、下駄箱、キッチンね、ちょうどじゃないですか、マジで。そうですね、このぐらいなのかな、ね、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。こういうテレビのロケはないですよね、こんだけ長い時間。長いし内容がね、もう振り返ることないですからね。ちょっと重いですよね。重いですね、はい、かなり落ち、まあ車でも話したんですけど、はい、ちょっと落ちたところもありテレビのロケじゃないと行かないですよね、なかなかね。行かないですね、うん、まあ中までね、ああやっていくっていうのは、うん、いや、いい経験させていただきました。いや、もうこちらこそですね。ありがとうございます。そうだから、この間話してて会うことを突然偶然で発見したんですよね。僕ら誕生日が一緒なんですよ。あ、そうだ。これキモいですよね。そうです ね、 ね、びっくりですよね。あ、これあんまり言っちゃいけないんだよ、ニコさんって。いや、そんなことないですよ。あ、本当ですか。はい、あの1年ぐらい知り合いですもんね。そうですね、付き合い。全然そんな話しないで、12月23日今度ライブやるんですって言うから、あ、僕の誕生日ですってふざけて言ったら一瞬固まったんですけど、一緒じゃんちょっとキモいですよ、誕生日つながりが。だからもうこれはチーム1223っていう1223その誕生日の人1223人集めるって。あ、いいっすね。まず紹介するべきでしょう。矢田亜希子さん、武藤刑事、武藤さん、武藤さん、山崎正義。おお、そうなんだ、どうすか、こうやって一日で17年間を、まあ、ある種振り返りましたけど。うん、感無量ですか。でも早かったですか、この17年間は。早かったですね、本当。もうでも年取ることに1年が早いですもんね。うん、そうですね。まあ、これからは、まあ、これからですか。どうなっていくんですかね、今後の抱負、うん、いやー難しいな。もう
もうやり尽くしたしな、行き尽くしたしな、気はしますけど達成感とか満足感は持ってはいけない、常にハングリーで、常にハングリーで。でもやっぱり今日のこの映像を見るのが一番ですよね。この成り上がりっぷりっていうのは分かりやすいですよね。分かりやすいですよね、うん、これ半分の人がよし俺もやってやろうと、半分の人はもう嫌になっちゃったとそういう回だと思うんですね今回はね。まあじゃあ一応まあこれで今日はあれなんですけども、はい、まあ、カリスマスクって番組まだもうちょっとやりますんで、はい、もう一回どっかで、あ、いいんですかその出ちゃって、ええ、かなと。で第2弾をお願いしたじゃないですか、はい、できた。デザイン的にどうですか、進行中、はい、ほぼほぼほぼフィックス、マジか、マジですか、うん、何でここにみたいな、なんかモゴモゴすると思ったんだよ足の裏が、あ、こんなとこに、こんなとこに、おお、ね、ちょっとやばいんじゃないですかこれ。まだねこの紙の段階ですけども、これ今期のね、はい、単色表現のかもですよね、かもです。で、まあ一応今日やってきましたけども、はい、まあ、この番組のいつも締めなんで、メッセージ、メッセージを、なんだろう、あんまり先のことは考えない方がいいかなっていうことでしょうか、うん、このこういうあそこから始まってここまで来るってもちろん想定もしてないし、こうなりたいとも思ってなかったんで、あのその今を一生懸命生きるっていうことでしょうか。なんかあんまりこう考えてなかったわけですよね。ないですね。川あそこでとか、うん、自然と例えば私とかで、うん、このソファいいなとか、うん、っていうのは思ってたと思うんですけど、自然とこう帰るようになった、置ける場所もできた、うん、っていうことですね。違うか、いや、すごいいいんじゃないですか、いいですか、はい、人生は想定の範囲外だと、はい、そうですね、何が起こるか分からない、何が起こるか分からない、ありがとうございました。ちょっとまたじゃあぜひお願いします、はい、何やりましょうね次ね、この次ですね、次、まあいろいろ企画はあるんですよ、8TV、 おかげさまで大反響でしたもんね、大反響、最初の、はい、でこれもまた反響が絶対ありますからね、何やる、もういっぱいあるんですよ企画はね、だってまだ2号の顔パスやってないじゃないですかあれはやりたいし、あと今日の桜上水の大関さんの家を2号さんがリフォームするっていう、これも夢があると思うんですよね。それもな、あと普通にニューヨーク、ニューヨーク行くとか、ワンルームマンション作ろう、ワンルームマンション作ろうとか、それいいな、いいっすね、やりたくなっちゃいました。本当ですか、なんか紹介してください、あ、もう僕がじゃあそこはセッティングしてぜひ、はい、あ、それをちょっとドキュメンタリーで見せていくのもいいですよね。そうですね、リンゴさんが作るマンションにみんな住みたい人もいるじゃないですか、うん、賃貸マンション買いたい人もいるかもしれないし、はい、それもやりましょうか、はい、なんかいろいろありますね、サルパンも、え、サルパン、カニパン、カニパン、そうだ、サルパン、カニパンに対抗してサルパンね、あ、それも動きたいですね、それぜひやりたいですね、期間限定、はい、あ、それはすぐできそうですね、本当ですか、やりたいなこの形の、あ、パン、これにつけて売るっていうのありますよねサルパンセットで、セットで限定みたいな、あ、何でもできるんだよな、まあ、あとはぶっちゃけ DVD だけツーショットみたいなね そんなこともあるかもしれないですよね、 DVD はまあ特別で、そうです ね、 ね、だテレビではあって来たのっていう声だけで終わって、 DVD はここに座ってツーショットみたいな、うん、それもできますね、うん、そうですね、まあいろいろ何でもできますね、なんかいろいろ思い浮かんじゃいますよね、そうですね、だからそのそれを見れるサイトを作ってそこで流しながら DVD も
発表していくみたいなこともできるかもしれないし、はい、そうですね、サイトもいいですね、面白いですよね。 あと前回の DVD に入って予告、あれもちょっと今回訳予告の続きをね見せたかったですね、見せ急遽こっちになった、ね、見せたかったし作りたかったですね、あの続きをね。あ、そうだ、だからノーウェア潜入っていうのも全然面白いんですよ、一回、はい、はい、それもそれもやりましょう、仕事場見ていただいて、はい、アパレルとは思えない環境ですからね、そうですかね、あんなおしゃれな、意外とおしゃれなアパレルなくないですか、あ、まあ雑多ですよね、意外とね、実はね、うん、エングランドでスポーツとかするんですか、スポーツしてないですね、なんかあります、これ釣りですか、やっぱりスポーツじゃないけど釣りは、うん、でやればできます、なこう投げ釣りとかですか、ルアーですか、ルアーです、おー、うん、そういうのも面白い気がするんですけどね、確かに、うん、そんなとこかな、 TVD 的には、そうですね、これで、まあ、次も楽しみにしていただいて、いやこれはね次またすごいっすよ、すごいですか、すごいです。楽しみにしていただいて、はい、ニゴさんのスケジュールと合わせながらやっていきましょうか、はい、8TV から目を離すなよと、そうですね、いうことでよろしくお願いします。